プレイグラウンドで一体何やってるの？いや、このクアッドクラッシャーで冷却装置の上走ったら、どうなるのかと思って、何か変化があるのですか？それを確かめるのよ。あ、凍ったわ。すごいですね、こんなことになるとは。しかもこれ、もしかして、早い。確かに普通より早いわね。かなり滑ってるように見えますが。っていうかパンダの足まで凍ってるわね。これが、フローズンクアッドクラッシャーよ。ブーストするとさらに加速しているわ。確かに早い、早いけど。けど何よフラン。これって使い道ある？あ、あるに決まってるじゃない。じゃあどういう時に使うのよ？あれね、もう普通のスピードじゃ助からない時。一体どんな時なのよそれ。嵐の中とかですか？そうそう、嵐に飲み込まれたら一刻も早く外に出たいじゃない？わかったわ、やっぱ譲ってそういう時があったとするわ。その時お姉様ちゃんと冷却装置使ってタイヤ凍らせるの？あ、当たり前じゃない？震えてますお嬢様。いやお姉様はしないわ。確実に冷却装置なんて忘れて普通に走ってるわ。何を言ってるのかしらフランは。確かにお嬢様トラックとかよく忘れますよね。昨夜まで何を言ってるの？結局このタイヤを凍らせるのはお姉様にとっては無意味。く、うるさいわね。そうよ、こんなの私にとってはプレイグラウンドで遊ぶ専用よ。開き直りましたねお嬢様。でもいいじゃない、今楽しみだから。しかしタイヤが凍るって結構作り込まれてるのねこれ。く、面白かったわ。満足したのですかお嬢様？満足したわ。早く試合に行きましょう。なんでフランがそんなに乗り気なの？やっぱりプレイグラウンドはお姉様が死なないからつまらないわ。どうせそんな理由だと思ったわ。まあいいけど。場所はティルテッドタワー。この建物の中から音がするわ。倒しに行くんでしょ？行かないわ。お嬢様下に行くみたい。何逃げてるのよ。逃げてないわ。なぜならここにも敵がいるわ。別の敵を倒しに来たということですか？なんでわざわざこっちの敵を先に倒すのよ。なんとなくよ。すぐ近くで音がします。いたわよ。ちっ、小さいダメージか。これで完全にバレたわ。引きこもりにはもってこいのくっつき爆弾。なんか微妙な場所に投げたわね。ダメージは与えられてないみたい。もうこっち側に移動してたわね。あ、出てきた。今お嬢様のスナイパーライフル当たったわ。完全にまぐれね。反射的に撃ってたわ。これで一気にお嬢様有利に。ほう、自分から出てくるとは。お姉様に大ダメージ。うざいわね。これ危ないような。ギリギリお姉様が勝っちゃったわ。予想以上に大きいダメージをもらっちゃったわ。まあ今からこの医療キットで回復するけど。近くにシールドポーションも落ちてますね。ねえ、なんか敵がこっちに来る足音しない？してるわね。これ使い切るまで待っててほしいけど。ギリギリ回復完了しそうです。回復したとほぼ同時にトマトが入場。穴だらけのトマトになっちゃったわ。ナイスキルですお嬢様。さっきの敵スカー持ってたわね。ミニシールドポーションはなさそうだからもうこれ飲むわ。お嬢様シールドポーションを飲みます。下にポンプショットガン落ちてるわよ。ポンプショットガンはもらうわ。それ以外は特になさそうですね。次はどこに行くの？一番最初の A、 あそこでまだ戦闘してそうだからそっちに向かうとするわ。そうですか、戦闘の音は聞こえませんが私にはわかるのよ。当てになんないわね。ふん、言ってみればわかることよ。お嬢様ショップの外に出てさっきの場所に戻ります。む、確かに今あそこからショットガンの音が。ほら、言ったでしょ。その後に大きい爆発音が。一体どんな戦闘してるのかしら。戦ってる敵の体力が少なくなってると嬉しいわ。タイヤからピョーンと飛んでいけばよかったのに。こっちの方が安全だからいいのよ。階段を登った先に敵はいるでしょうか。あ、一人死んだみたい。もう一人もすぐに死ぬわ。うぇいぃ。出てきたところお嬢様が倒した形になりましたね。あの敵、運が悪かったわね。しかし、どうやらまだ敵がいるみたいね。今日はこの家人気スポットみたい。なんでこんなところに階段作ったの？いや、正面から敵が出てくると思ったんだけど、これ正面じゃなくて上からじゃないですか。本当ね、絶賛床壊し中よ。壊した瞬間に壁を張ろうかしら。いや、ここはあえて一緒に壊して壊れた瞬間前に出る。この行動に敵も驚いてるみたい。もう弾入ってないわよ。タイヤはショットガン。お嬢様ここの敵も倒しました。ミニシールドポーション落ちてるわ。ここくらい欲しいわ。しかし一つしか入っていません。まああるだけでもマシね。これでお姉様のシールド47まで回復。また敵ですお嬢様。本当に多いわね。もう上取られちゃってるけど。こういう時は、ここで待機。引っこもる作戦ですね。大丈夫かしら。ちゃんと上に屋根もつけてと。よし、これで完璧だわ。ロケットランチャーとか飛んできて死にそうね。敵は上から来るでしょうか。上から攻撃されると面倒ね。そもそもお姉様これバレてるの？まあ私がいることは敵もわかってるでしょ。ここも自分の壁に張り替えておくわ。建物の壁以外お嬢様の木の壁で囲いました。来たわよ、敵。おっと、予想以上に早く壊されちゃったわ。まあいいけど、お嬢様また飛んでたわ。今日は随分飛び出るのね。よし、倒したわ。さすがにこの敵で終わりみたいですね。まだあと10人くらい来てもいいのに。多すぎよ。ふん、もうティルテッドタワーに敵はいないみたい。制圧したんですね。ってことでこのポータブル裂け目で飛ぶわよ。敵は見えるかしら。空から強襲したいわね。あれ、あれ敵じゃないですか。あ、あのタワーね。こんなに早く見つかるとは思わなかったわ。お嬢様一気に敵のいるタワーに向かっていきます。しかしなんでこんなところにこんなもの立ててるのかしら。さあね、なんでかしら。あ、これ、トラップ。お姉様口出し。その後にショットガンを撃たれてやられてしまいました。トラップがあるなんて。他の3枚の壁は見えてたのに、あの壁だけお姉様の視覚的に見えなかったわね。はぁ、まったく、またティルテッドタワーですね。もうあんなトラップなんかには引っかからないわ。私は引っかかると思うわ。勝手に思ってなさい。近くで敵の音がするわ。この下らへんね。でも敵の姿が見えないわ。音はするのに不思議ですね。見えにくい場所にいるだけじゃないの。そうかもしれないわね。もう少しじっくり見てみようかしら。あ、いたわ。なんか飲んでるわよ。
あ、落ちた。落下ダメージ食らってるじゃない。スナイパーの人の強さが落下までは。落下して焦ったわね、姉様。焦ってなんかないわ。敵は木で守る構えですね。あの敵、なんか怪しい動きしてるわね。怪しいって？グラップラーを上に向けてるわ。はい、お帰りください。個人差の敵がグラップラーで飛んできたところをブロックしました。お帰りくださいって何よ。そのまま下に落ちていったでしょ。もう少しで敵に届きそうですね。ち、編集。あ、トラップ。お前、今の私に対してそれは重大よ。なんでぐさってならないのよ。お嬢様トラップを回避しています。しかしなんで今からなかったのかしら。トラップのことよくわからないわ。もうかなりこのゲームやってると思うんだけど。わからないものはわからないわ。あ、コンパクトサブマシンガンが。何か投げた後。これは、テンクボム。まずいまずいまずい。死ぬ。お嬢様必死に連打の壁を壊します。ふざけるんじゃないわよ、さっきから。ギリギリで生き残りそうね。残り体力中だわ。許さない。その後の敵の攻撃も連打でガード。ステンクボムあんまり強くないと思っていましたが、ああいう狭いところで使われるとかなり苦しいですね。く、まだ投げてきてるわ。よほどお姉様をガスで殺したいみたいね。あと2秒ガスを食らうと死にます。でもまだシールドがあるから銃撃戦は大丈夫そうね。スナイパーライフルとか当てられない限り大丈夫よ。お嬢様グラップラーで上に。さて、私を狙ってきた敵はどこかしら。敵もグラップラーで飛んできたわよ。ちょっと台を当ててからのコンパクトサブマシンガンです。もう投げてくるんじゃないわよ。なかなかいい作戦だったのに今の敵。私も箱の中に敵入れてステンクボム投げようかしら。箱の中に入れることが難しいです。そうよね。あの後死んだお姉様。残り人数も少ないわ。ここで勝つ。前に敵がいるわ。見えなくなりました。次見えたら撃つわ。見えたわよ。お嬢様すぐに撃ったわ。一番下のアサルトライフルじゃ厳しいわね。徐々に距離を詰めていくお姉様。あの敵も高く積みそうだわ。それ以上高くするんじゃないわよ。もう止まったみたいよ。これなら大丈夫そうですね。完全に上を取ったわ。下を崩そうとしてももう遅いわよ。上から下に。落下ダメージはなしね。しかしここからどうするのですか。敵の動き方次第ね。このままずっとこの中にいるかもしれないわよ。それは面倒くさいからやめてほしいわ。しかし出てくる気配がありません。私から行くしかないか。お姉様編集で一気に下に。でもさっきこれで下に落とされてぐさってなったのよね。お嬢様さっきのことが頭から離れてないみたい。あれ面白かったからもう一回なってほしいわ。全然面白くないわ。鉄で囲んでるので中がさっぱり見えませんね。うん、嫌な予感がするわ。何ビビってるのよ。私は慎重になってるだけよ。しかしここであまり時間をかけると嵐が。そうそう、嵐に飲まれちゃうわよ。それも嫌ね。ここでお嬢様一気に反対側のサイドに。ここは木だから見えるわよ。とりあえず破壊。どうやらこのもう一つ下にいるみたいね。この階段を壊せば見えるんじゃない。ショットガンを構える音だわ。あ、いましたね。外に出たわよ。一体どこに行こうっていうのかしら。きっと逃げられると思ってるのよ。そんな甘い考えはするかないといけないわ。上から撃ち落とします。しかしここで敵の反撃。うわ、結構削られたわ。シールドが半分以上なくなりました。意外としっかり当たったってことかしら。出てきたわね。お嬢様敵の建築を撃っていくわ。なかなか敵にダメージ与えられないわね。次で決めるわ。敵との距離を一気に詰めていきます。ここ壊してと。あ、敵を倒すチャンスだわ。しかしお嬢様なぜかショットガンを撃ちません。なんでショットガン撃たないのよ。いや、なんか弾が出なかったわ。そんなはずないでしょ。結局敵を倒すことはできませんでしたね。絶対に今ので倒せると思ってたのに。やっぱりダメダメね。また敵が見えなくなったわ。いや、あそこに隠れてるわ。隠れられてないけど。ここで一気にダメージを出すお姉様。もうあと一押しです。シールドが剥がれてたからね。私も下に降りるわ。次は一体どこに隠れたのでしょう。もっと奥よ。あの編集されてる場所、怪しいわね。あ、敵がいました。ショットガン外したお姉様。しかしその後のアサルトライフルをしっかり当てました。かなり時間かかっちゃったわ。もう嵐が動き始めるまで10秒切ってるけど大丈夫。大丈夫よ、多分。嵐に飲まれることなくここまで来ましたね。だから大丈夫って言ったじゃない。で、なんで今ここにいるの。さっきここら辺で銃声がしたのよ。あ、敵がいるわ。でもなんか左からも撃たれてるわよ。ち、そっちにも敵がいたのね。どうやらあの敵は今撃ってきた敵を狙ってるみたいですね。じゃあその敵を横から私が狙うと。あっさり倒せちゃったわね。あとはあっちの敵か。当然先に上を取るのは敵です。元から上にいたからね。厄介ね。お嬢様は周りを囲んでいきます。そこから編集して一気に上に。うわ、なんか木が貫通してるわ。問題なく上には行けましたね。これで上は私よ。あっという間に取り返したお姉様。敵はどうするでしょうか。おっと、そっちから登ろうってわけね。お姉様撃ってるけどダメージは入ってないわ。あ、チャンスだわ。ここで決める。あ、敵に撃ったショット。さらにその後の攻撃でシールドもなくなりました。さあ観念しなさい。お姉様が撃っていくわ。しかしここで敵のトラップ。お姉様また刺さった。許さない。怒りのコンパクトサブマシンガン連射です。敵は倒したけど大ダメージ食らったわね。まさかあそこでトラップ仕掛けてくるとは。っていうかやっぱりお姉様結構トラップに引っかかるわね。今日だけでもうすでに2回ですか。いや、実質3回よ。トラップだらけで油断できないわ。残る敵は4人ね。もうかなり少ないわ。珍しくいい位置取れてるじゃない。このアンチギリギリの場所で敵が潰し合うのを見てるわ。お嬢様、どうやらそんな余裕はないみたいですよ。お姉様は見る立場じゃなくて見られる立場なのよ。く、こっちに来るんじゃないわよ敵。こんなアンチギリギリの場所に来るなんて。ここで死にそうねお姉様。いや、私は死なねえわ。銃弾当たっていません。またさっき見たくお姉様が上で敵がしたね。長い戦いになるでしょうか。こんなところに長くはいられないわ。それなら早く敵を倒さないと。ふん、いざとなったら私は逃げることができるのよ。どういうことですか。近くにクラッドクラッシャーがあるのよ。あ、確かになんかさっきちらっと見えてたわね。危なくなったらあれでゴーよ。あ、敵が。ショットガンのダメージは57ね。お嬢様の剣士を敵がコンパクトサブマシンガンで撃ってくるわ。ち、そんなに高かった。お姉様
サイレントは突き当たりとライフル撃ってるのよ。セーフ、危なかったですね。またギリギリだわ。これは優勝の流れね。なんか画面がものすごく見にくいわ。クラッとクラッシャー発進。建築破壊しながら前に進んだわね。早速引き倒す目標を発見したわ。お嬢様的の方に一直線です。なんか建築してるわね。相手を助けるからって油断しない方がいいわよ。お嬢様的の建築を下から破壊していくわ。でも一回じゃ全てを破壊できなかったみたいね。それならもう一回行くまでよ。お嬢様サイド的の建築に攻撃を仕掛けていきます。ぶっ込んだわ。ちょっと待って。あ、クラッとクラッシャーが嵐の中に。お姉様、あ、逃げた。ふざけたプレイするからそうなるのよ。ということで今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。